まあね、で持ちにくくて聞かない。見たんじゃん、見たんだよ、ありがとう。そうもど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 うも、りえくんかわいい、ずっと見たい嬉しい嬉しいよ。でも今日ほぼメイクほぼだから、この後リップしかしてないから、ちょっと顔がごめんなさい、顔がすごく作られていません。ともしさ、こんばんは。こんばんは。ありがとう。なんかさ、曇っちゃったんだけど、向き変えたら、なんで？なんでなんで？こんな感じ？それ、おっす！おっす！ありがとう。ダメだな。もうだって置けるとこがないねん、だから手持ちなんだけど、手持ちだと髪の毛とか直せないし、お、つよしじゃん、みなみなみなみたいな、最初イジリーって書いてあって、えって思ったけど、つよしだ。みずき、こんばんは。こんばんは。ありがとう。ちょっとそういう日もある。あ、やばい、なんか押しちゃった。そう、ちょっとね、うまくいかん。持てん、カメラが。持てん。携帯の方がいいね、これ。縦の方がいいね、これ。なんでぼやけちゃったの？髪の毛ボサボサじゃない？配信始めて怒る人。もう着場はクズです。なんでどうしたの？開けてみた、こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。なんか強いし、また名前買ったし、英語持ってあげたい。持ってほしい、めちゃめちゃ持ってほしい。どうしよう、なんか置ける場所でやると多分ね、他の人が見えちゃうの、家のだから、ありがとうございます。お母ちゃん、多分クマさん病んでる。そうなんだ。まあ人間生きてるといろいろあるからね。どうも、マイクマちゃん、なんかあったんだと思うんだけど、自己紹介をしたいと思います。はい、私たちベテルキラアイドルキュインズの好奇心旺盛な国娘、みーたんことおのみな19歳です。よろしくお願いします。くまちゃん大丈夫よかよか。星をつよしとかくまちゃんとかありがとうございます。くまちゃん、やめなよ、やめな、俺だけでいいわ、優しい、うん優しいよ、なんかかっこいいじゃん、やめな俺だけでいいわみたいな、俺がくまちゃんの分までやんであげるよって言うんだよ。おちょっとプラスアルファ、今日は19時半からの配信でーす。ケッチャ、こんばんは。白い方です。白い方、黒い方はいるっけ、黒い方なんて。ありがとう。あああ。ゆうくん、私アイドル祭りの時お涙の MC の声がすごく綺麗と思ったので、嬉しい。ゆうくんはね、
もう私の唯一の甘やかし体的な感じかなって思ってます。いつまで褒めてくれるの私のこと。もう本当にもう嬉しい。え、あれ MC の声あれか、なんかこんばんは明け。久しぶりにミーターの配信見る。ほんと、あら、ありがとう。時間的に見れるのかな、なんだろう。あと前チェキ来てくれたからちょっと上がった。私のポジション。千代子はいつも病んでるやんけ。草出ました、千代子。くまちゃんみんな優しいね。冷たい人はいないね本当に。エビケン星ありがとう。星マスターエビケンが来たから、エビケンが今日1位取っちゃうんじゃない。ほうきちこんばんは。こんばんは、ありがとう。ほうきち、ね、今日 BGM 大きいかな。最近はカラさんの歌を、最近はったっけ、今日ぐらいから聴き始めてます。あ、好きなんですよ、もともと好きなんだけど再熱みたいな。This is a magic magic。 ゆうくんもちろん歌ってる時の声もとても素敵。ありがとう。でも確かになんか MC とかの声結構こだわってるので、そうやって言ってくれるのは本当に嬉しいです。歌もね、なんか私の声が好みだ、歌声が好みだって言ってくれるのはすごく嬉しいです。ありがとう。結構すぐ名前を変えるタクです。だから名前ってそんなすぐ変えられるんだねって思った。で本当になんかさ、なんでもない。皆さん今日はどんな日でしたか。手持ち嫌でしょ、多分見てる方も嫌だと思うんだ。どうにかしたいもんだ。私はそうだな、日曜の早割りのやつは10時45分入場ってことですよね。16時じゃダメよね。もう行っちゃう最初だと思うよ。10時46じゃない。チョコしないとすぎる一日でした。わら、今日だ今日。うまいねうまいね、強子か、おい強子。一瞬チョコかと思った。チョコ、チョコとチョコの違いね。チョコ、チョコ、チョコ、チョコがかぶる。それの、キョウくんお晩です。お晩、ありがとう。なんか、なんだっけ。まあファニコン登録してる人は後であげようって思ってた写真があるのであげたいと思います。僕で10年越しの手紙書き、二人タイムカプセルに願掛け、お互い振り切った手にはお寿司を食べたかった。今日ね、いや今日のことはいいや。私の腕が筋肉痛になりそうなくらいの。私ね iPad で配信してるの、バカかもしれないけど iPad で配信してるからとても重いものを持ってるんだ。
今からでも起きたい。千代子、8月の定期公演も日程決まって助かるわ。そうね、助かるね。マスカルポーネ早いね。なんか私たちはもともと聞いてたのと日程が変わってたからびっくりしたんだけど、ミュウの生誕兼定期って書いてあるね。入れるようにといつもの笑顔で、だからじゃあミータンは体調に問題ないないです。体調に問題あったら多分もっと弱っちい感じで配信してる。シャクさん4時で早割り大丈夫だと思うよ。だってチョコ、チョコシャクさんありがとうございます。キネマクラブはライブしたことない。東京キネマクラブ検索してみよう。どんなとこなんだろう。できました写真。今日さカラオケしたい。ショールームでカラオケしてもいいですか。回答を待っている。ジュインズの皆さん、あ、名人だよーのみなー。絶対こんな感じじゃないだろうけど読んでみたいよーのみなーって。ありがとう。くまちゃん21日は行きます。うん、日曜日さすがくまちゃん日戦。まこちゃんいいよ、ゆえくんいいよ、じゃがいもみたいな顔文字ね。私さその顔文字似てない？どう？目長くなるじゃんそれ。なんか私さなんか目長いじゃん、目横長なんですよ。だから赤ちゃん見たのタコ聞きたい。愛してる。ヤクタダゾウのみんなありがとう。ヤクタダゾウみずき日曜日行きましょう。待ってまー。日曜日結構来れるねみんな、嬉しいね。日曜日一旦午前の部15時50分待機するみたいだから多分早終わりあるんじゃないの。あるらしいよみんな。日曜日昨日23日やな。待ってます、定期公演。ドラゴンこんばんは。あ違う、定期公演30だ。23は別のライブ。ドラゴンこんばんは、ありがとう。お手玉持ってる顔文字。ちょっと笑った時の目尻すこ細かい。そう目尻がねこんなんなんの、なんかなんかそうなんかね独特。え次いつになることやら。でも定期はほら来てくれてるじゃんいつも。だから今月は選ばれしさんとの定期なので楽しみです。赤ちゃん仕事終わりでも間に合うのできます。ほんと20じゃない、日曜日21日。待ってます。うわお仕事頑張ってきてね。頑張れるかな、どうかな。かまちゃんミニスパ、そうだ無線だ、無線なの。もっとみんな来てくれないかな、無線だし気軽に。そこなかったら俺に請求来そう、ガクガク。なんだか怖いな。あー確かに。信じよ、みんな強しを信じて、なかったら強しに請求な。ミリスパは仕事次第で参加できそう。ほんと無線だし、もう私無線めっちゃ宣伝するけど、前回ミニスパさんとの無線ツーマンはね、まあ狭い箱だったっていうのはあるんですけど埋まったので、ぜひまた来てほしいなと思う。ファンの皆さん、ミニスパさんの方のファンの方と半々ぐらいがいいから、キュイのファンのみんなにもいっぱい来てほしいな。
え、じゃあ定期は行くよ。間に合う自信ない、わら。間に合う自信ない定期？ん？定期持ってる。だから遅くなったけど、ライダー持ってる。もう一回ありがとう、嬉しい。アイドル祭りやったね、やりましたよ。本当にちょガチャガチャって今日はすいません。ナインスパイスだからミスパ適当な場所。うん、ナインスパイスやったことない。くまちゃん23日も行きます、待ってます。いつもより帰り時間早いやん。やっぱ、ツーマンだからかな。ドラゴン平日は無理だけど、定期は行くよ。定期待ってるね。ありがとう。じゃあ、くまさん23日。会えるわ。万歳だわ。ラブラブでーす。エビケンが、さあ、星の帝王エビケンがついに1位になりました。星の帝王だよ、エビケンは。夫さんが来ました。みなちゃんこんばんは、夫さんです。こんばんは。ありがとう。エビケン、さすが星の帝王です。星をひたすら投げてくれてます。ありがとう。そう、次のライブ。21日あるし、23日無線ライブだし、そっから、27日と28日にみずきんが朗読劇あるんですけど、その27日だけ、みずきんなしの4人ライブありますので、あのね、ちょっと、首が痛い。ぜひ、4人のファンの人は、ちょっとライブの方来てほしいなって思います。4人の中で推しメンがいる人って言えばいいのかな。みずきんファンはね、朗読劇にみんな行くと思うので。くまちゃん、絡み気力が疲れてんのね。おっとさん、みなちゃんは風邪大丈夫なの？風邪大丈夫です、みなちゃんは。それから明日も早いのでおやすみなさい。早いね、もう寝んだ。でも早いならしょうがないよね、めっちゃ早いんだろうね多分。おやすみドラゴン、ありがとう。あくびかわいい、ありがとう。で、またね、また出る、ひたすら出ちゃう。まあちゃんと寝てるんですよ。結構カラオケやろうぜ。そう、何分ぐらいから始めようって迷ってるところ。あとちょっと、55分になったらやろう。だから4人ライブ行きたかったけど、お仕事。うん、頑張って、お仕事。おばちゃん、土曜日はごめんね。ドラゴン、4時起きです。はやー、ちゃんと睡眠取るのが、こう、好感度上がります。そのちゃんと寝て睡眠取るっていう。で、定期は会社の後輩連れてきます。あんた、会社の後輩さんは、アイドル好きなんですか？23日ね、定期公演とアイドル祭り休み中するわね。ありがとう。アイドル祭りは9月7日東京ドームシティ、もう告知前回ライブでしたんですけど、9月7日東京ドームシティホールさんでって言ったのが、もう自分的にすっごいね、優越感がすごかったね。いつかそんなところで単独するのもまた夢の夢ですね。アイドル頑張りたいです。中さん、こんばんは。こんばんは。ひらがな中さん、漢字の中さんはわかる。ひらがな中さん、キーンズの小野美奈です。つよこ、つよこって呼ばれないのか。え、呼んでるじゃん、つよこって。え、つよしって呼んでた？何回かつよこって呼んでない？ほら、たまにすでつよしって出ちゃうねん。人生でライブ参加するの初めてって言ってました。それで
すごい。いやいい思い出をツインズが作りたいですね。いい初ライブ思い出を作りたい作りたい作りたいのよいしょ。みんなあと基本的に超フリートークは2分ぐらいだから話したいことあったらドバドバカモンヌ。でも人生初ライブおにゃんこクラブ、おーなんかいいね、世代って感じだね。私は眉毛のミニライブ特別ドキドキ。中野ちゃん、みーたんは梨は大丈夫、梨大好きです。でもさっきリンゴをもらって、あのお家の人からちょっと気分じゃなかったので食べなかったです。リンゴは気分あるね。あ、梨は梨好きよ。ショールームって改めてさ、いろんなアイドルさんがやってるのすごいよねと思います、この頃。中野ちゃん、ミユにあげたのと同じの渡します。ごめん、ミユに何をあげたのか分かりませんじゃあ歌の準備を。あなた、ひびきミックス覚えとけよって後輩ずっと言ってる。本当ミックスって覚えるの難しくない？私一回覚えたんだけど、ライブ行かなかった間に忘れた。なんかじゃあ梨の飲み物、うーん、ともちゃんクッション持っていく、了解よし、準備するよ。準備とは何か、イヤホンです。あったよ、イヤホン。夫さん、さすが南国娘、元気が一番だね。イエーちょっと私の目元楽しんでください。置けるとこがないからさ、つよしのアバター、間違えた、つよこだった。つよこのアバターはかわいい、ハリネズミ。星ありがとう。今イヤホンほどいてるから待って。だらけ、シャークさん可愛い目だな。シャークさんが私のことを褒めたありがとう。みゆき目元配信、なんか私目元とか前髪配信とか多いよ。ていうか、追悼機能消えたから大変。追悼機能、あ、追悼が昨日なくなったの、どういうこと？ツインボックス、どういうこと？なくなんの？ツインボックスガレージって、なくなったことあんの？あつしくん、こんばんは、こんばんは、ありがとう。ちょ、やっぱり目元だな。あ、でも私の取り柄は C といえば目元かなって思います。取り柄。取り柄よ。よし。はい。選曲も、ちょっと顔近めで。いきたいと思います。最近旧メンバーはカラオケしてないみたいだね。なぜかというと履歴に私じゃないっぽい人のやつがなかった。
中古ツインボックスなくなってない。そうなの？何？ツイボ機能消えたってどういうこと？ツイボ機能消えたってどういうこと？中古ヨッシー久しぶりに呼んだ？ヨッシー？ヨッシーなんて呼んでないよ。中古ももクロあるの？あるでしょ、ももクロ。よし、まず1曲目はこの曲から。知ってる人いるかな。今日の曲目はカラさんのサンキューサマーラブです。走れ好きなんだね。嬉しい。走れいいよね。くよくよしない決めたんだもん、乗り越えなきゃハートブレイク。夢中になった恋は花火、後悔してないよ。振り向かないの Going my way、 無駄なものはないのが経験。つまずく時も前見て、止まない雨はないから、でも今も思い出してる。あんなに好きになった眩しい季節忘れないよ。さよなら日焼けの後消えるまでの余韻だから、また次みんなが絶対知ってる歌歌うわ。みんなが絶対知ってるカラさんの歌歌うわ。ちよこミックスコール入るんだ。打ってしまう。入る？入るっぽい？ご苦労様です。スタートジャンピン、ジャンピンわかる。クリナピお飲みな、ありがとう。クリナピ見て K-POP、 うちの親父が大好きで車の中でずっと聞いてる。ほら、親父さん K-POP 好きなの？嬉しいね、親父さん。なんか仲間感を感じた今。ミスター行くか。じゃあハラちゃん可愛かった。テレビに出てたハラちゃん。ミスターはI'm sorry.
Listen to my everything ねえ誰のせい Hey 今すぐにミスター抱きしめてミスターその腕でミスター捕まえてミスターだってミスターこんなにもミスター欲しいのはミスターあなただけミスターさっさとご飯食べてくるいってらっしゃいありがとねラララララはい。からのはらちゃんが可愛かった。テレビ出てたの。ありがとう。からさんはちょっと今日はね、めちゃめちゃ歌いたかった歌でした。あ、今日でした。ちょこ夏、夏よすぎ。高2の時のは、高2か。私いつだったんだろう。ちょっと、ね。いつかなって感じだね、私の中だと。強く懐かしいわらやっぱ懐かしいよねクイナビ懐かしい曲やっぱカラはカラさんは本当に懐かしいよねなんか聞きたい曲ありますかうん今すぐにミスター抱きしめてミスターその胸でミスターとか懐かしい曲聴くとその時のことも思い出すわねなんかいいね高2の時のなんかいろいろ思い出したのねチョコはチョコミスター2007年の曲なんだへー2007年なんだねああなんか私もちょっと蘇るよ2007年あれしてたなこれしてたなとかは軽くあるねあれ歌いたいあれ歌おうクリナピそれな懐かしいけど思い出すくまちゃんさっきジオンテレビ見てた私ジオンちゃんが好きだはいポニョ歌いまーすポニョ魚の子青い海からやってきたポニョポニョポニョ膨らんだまんまるお腹の女の子2007年じゃないペタペタもっと上かポニョポニョ足でいいな子と跳ねると心も躍るよパクパクチューギュパクパクチューギュあの子が大好き真っ赤赤のポニョポニョポニョ魚の子青い海からやってきたポニョポニョポニョ膨らんだまんまるお腹の女の子急に腐っちゃった今じゃ俺もジオンしてもうめ可愛いよねジオンねちょっと森の組さん私森の組の気づいたよまさかのがすいた食べちゃおうよくよく見てみようあの子もきっと見て一緒に笑うとほっぺが熱いよワクワクチューキューワクワクチューキューあの子が大好き大好き、まあ家くん、ぷにょーの声の子、今名古屋でアイドルやってるぞ。え？大橋のぞみちゃんって芸能界引退したよね。どういうこと？マジ？
ちょっと笑い止まらない。あ、ポニョの声ってこと？ポニョの声をしてる女の子がいるってこと？え、そんな子いるの？笑い止まらない。あ、なおやん、こんばんは、こんばんは。ちゅうか、明日からポニョになるか。サンスケ、好き。くまちゃん、チューしてる動画である。動画であるの？ちゅうか、あるのかやみそう。あなたが大好き。俺もじゃあ、次は、次はこれだ。いや、歌じゃなくて声優やってた子の方の、あ、そういうことね。声優いたんだ、ポニョの声優。私、あんまりポニョさ、めっちゃ見てたわけじゃないから。ポニョって喋るの？ちょっと前にやってた英語バージョンのレディーゴ面白かった。ほんと？やった？ちょっとソース気になります、ほら。なんでもまた名前変えるんだ。おー。けどあんま記憶にない感じ。くまちゃん、娘が一緒に歌ってるわ。娘さん来ました、イエーイ。待って、暑すぎん、暑すぎんか。扇風機つけたいけど髪の毛乱れちゃう。暑いね、暑いね。みんなに紛れてあなた見つめている私の視線。何歌おう、夏だからこれ歌おう。夏だからさ、夏だからやっちゃおう。いつもなら躊躇してたことも太陽は許してくれる。サンシャインフリーアイージー。ちゅうか、くまさん、息子は？息子は仕事。娘、今、神奈川帰ってた。お、神奈川、私。くまちゃん、乃木坂、イエス。乃木坂じゃないけど。あ、ごめん、間違ってるかも。勝手に死んだ場所とか知らない、その歌。眠りにつくかつかないか、シーツの中の瞬間はいつもあなた
たのこと考えてて、夢は夢で目が覚めればひどく悲しいものです。花火は今日も上がらない。胸の中で何度も誓ってきた言葉がわっと飛んでく。1ミリだって忘れないと、もやがかかった影のある形ないものに全て預けることはできない。三角の目をした羽ある天使か、恋の知らせを聞いて、右腕に止まってめくった背をして、疲れてるんならやめれば。夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、こんなに好きなんです、仕方ないんです。夏の星座にぶら下がって上から花火を見下ろして、涙を落として火を消した。つよこ知らないとか、つよし知りました。知らないその歌。少し冷たい風が足元を通る頃は、ありがとう。めっちゃ私のさ自由歌タイムになってる。ちよこ、二次コンはたまに歌ってるからな。2回ぐらい歌ったことある気がする。トライアングルドリーマーしかわからないし。ピエン、私さ、にじますさん歌いたいんだよね。でもないんだよね。でも今度メジャーデビューするから入るかなみたいな。カラオケに、この赤いストローはわかんない、歌えない。ちよこ、三角形したかった。三角形あれすごい盛り上がるよね、うん、ありゃすごい。カラオケやっぱ楽しいです。めっちゃ暑いよ。私はみんなはカラオケ行くとこれは絶対歌うみたいなのあるんかな、やっぱりね。ありますか、なんかお箱18番、お箱。よし、今度三角定規持っていくから、三角形しような、チェキで。三角定規持ってくれれば、来てくれればいつでも。足元を通る頃は、なんか IZONE さんも歌える曲が入ってないんだよね。 This is a magic magic。 乃木坂歌うか。てい、乃木坂さんで。迷うな、おいでシャンプーか、ガールズルールか、ぐるぐるカーテンも歌えるし、うう、ガールズルール、ガールズルール行こっか。まあ、ガールズルール、私ダンスも完コピしてた時代があるので、海岸線をバスは進む、
それは空気圧、これが最後の夏だから、部活のメンバーと思い出作りの合宿、全開にした窓から潮風に乗って、波音が近づいてくる、バスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう、何でも見せ合える仲じゃないか、ワン、ツー、スリー、スリー、ツー、ワン、女の子たちは真夏に恋して卒業してゆく、ガールズルー、彼を好きになって、一緒にいつも泣いたり喜んでくれたね、ガールズルー、パパやママに言えない秘密の話いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか今日を思い出すまで、きつくなっちゃった。三角形でミックスが近い声以上思い出、あ、そうなんだ、三角形水木聞いてた時あるんだけど、それとガルドルルルルル、チョコバイルのぎおた全席の声だ、チョコのぎおたやってたの、それとみーたんみーたん、くまちゃんまいにゃん、コーラありがとう、まいにゃん来た、チョコ2017年新曲のアーズでユンズの台湾ライブどこかなんだ、さカバーして覚えてる、うん、してる人多かったよね、ガルドル当時、止まりない、私は秋元真夏ちゃん推しです、お父さん本当歌うの好きなの、好きだよ、ゆらゆらさざ波が運んでゆく、待ってもう少し男の子たちがやってくる、それまで私たちの夏、ガールズと女の子の推しは嫌なとこまで見せ合って、楽な関係になる、ガールズと、いくつ恋をしたらそうなれるかな、可愛い自分だけ演じてたら無理だね、もっと今日の私のように、通道だけじゃ無料だ、シュツです、のぎおたでです、そうだ、通道は知ってたけどチョコ初めて知ったかも、のぎおた現場でツド出会いましたよ、そうなんだ、ちなみにどこでも大きな、あ、でも握手会とかの場合もあるのか、どこであったの会場、なんか娘最近は少し、うーん、アシュね、フジパンのホテルもね、私ね、握手会とか、そうなんだ、モーキャリさんのね、かわいいよね、あの、ガールズ、彼を好きになって、一緒にいつも泣いたり、喜んでくれたね、ガールズ、パパやママに言えない秘密の話、いっぱい、この海に流したら忘れよう、いつか、今日を思い出す、乃木坂現場行くのに何してたなって俺も話、乃木坂現場行ってたのって言うかも、しまちゃん俺欲しいのよ、あーみなみちゃんかわいい、なんかめっちゃかわいいあの人、ちょやっぱり HK ってたまに、あ、そう歌おうと思った、ちょ制服のマネキンくらいから握手会会場、あ、握手会会場か、恋をするのはいけないことか、 HKT暑いごめんね、暑いばっか言っててウケるべ、私暑いんだ、そろそろ終わりだ、ありがとうみんな、
はあ、踊れる曲あるのに手持ちのせいで踊れないのが悲しい。さあこっちのもの、早送りカレンダー。街角のカフェのテラス、パラソルやっと開いて、街望んでいた夏が近づいてくる。天国に一番近いあの海へ誘っていたい。今年こそ二人きりで泳ごう。ローースリーブ着替えた頃に僕が君を迎えに行くよ。ワーワーワー。さあワンツースリー。青空をワンワン連れてこい。ワンワンの恋のマスター。眩しい日差し昨日のどこか線に叶えたら、ためらってる時間はないよ。すぐにキスしよう。君が好きだ、もう大好きだ、もうこの気持ち伝えたい。季節変わる前にすでに首いだけなんだ。僕の負け、早送りサレンダー。早送りサレンダー、めちゃすこ。早送りカレンダー、めちゃすこなのだ。早送りカレンダー。まあ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 、アンコールアンコールっていう、こうカレンダーの曲きた。カレンダー好き。それでラストね。踊れるのに辛い、手を出せないのが。季節外れの真冬の海、誘ってくれたのに、あなたは何にも言わずに砂浜を歩くだけ。波打ち際を少しやったから、私は擦れながら背中に頭ベーってしたら、目たちが笑った。夕暮れが近づいて、肌寒くなった頃に自分のジャケット脱いで、私にそっとかけてくれたけれど、優しくするようにキスをして、大好きなのに片すかしね、いい人でいるようにキスをして、期待してるのよ、がっかりさせないで。パパパラパパパパパパラパパパ。今日はママに遅くなるって耳打ちしていたのに、私の門限を気にして防護張って家と向かう。麦の方が揺れるようにキラキラ輝く海、ロマンティック最高潮で助手席のドアサッと開けちゃう。
すの。時には突然ドキリさせて、夢を見ていなきゃ、このままじゃ帰らない。トトトトトラトトトトトトラトトトトトトトラトトトトトトラトトトトトトな。てか、あれ、早くりカレー、ナスコなのだ、あれも、ほんと？一緒やん。ちょっと、あー、ミルキー。そう、ミルキー。ごめん。ね、ラスト。これラスト。やっぱり9月7日、東京ドームシティホールさんで、やっぱり、アイドル祭りの決勝戦があるということで、これを歌わせてください。アーリンがいるからね。笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君のもとへ、走れ走れ走れ。ちょっとやべえ、見たこれたいんだったかな、なさんめちゃくちゃ真珠だ、イエイ。アーリーがね、そう歌おうと思います。君を同じ電車で見るたびに、いつからだろう僕の心の中で大きくなっていた思い、話しかけることもできなくて、いつも友達と一緒に喋ってるふりで横目で見てた僕だけど、気づいたこの感情にもう後悔なんてしたくない、僕は僕に嘘をついて逃げたくもない、溢れないそうな気持ちを一つ残らず言葉に全部詰め込もう。笑顔が止まらない、踊る心止まらない、動き出すよ君の元へ、走れ走れ走れ。今はまだ勇気が足りない、少しのきっかけが足りない、動き出して僕の体、走れ走れ走れ。終わりです。ショールーム見てくれた方ありがとうございました。めっちゃ暑い。お父さんお疲れ、ありがとう。ありがとうございます。髪がちょっとボサボサになった気がする。まこちゃんお疲れ様、ありがとう。かまちゃんグッナイ、おやすみ、ありがとう。はい、ではちょっと告知をしたいと思います。いらんのぼり、ちょこみーさん大好き、ここありがとうございました。公演名つけてくれた、ありがとう。はい、キュインズ、次のライブは7月21日に東京キネマクラブさんで出演8時半から。あ、てかそうだよ、そうだ、入場時ってあれか、オープンが16時って書いてあって、開演16時15分って書いてあるわ。はい、日曜日です、出演8時半から。東京キネマクラブさん、ぜひ応援しに来てほしいです。待ってます。前売り3000円です。そして7月23日の火曜日はミルスパの無線ライブスーパーの、ゲストが私たちツインズでツーマンライブ無線を新宿ナインスパイスさんでやります。開演19時45分です。無線です。はい、ぜひ無線なのでいっぱいたくさんの人に気軽に来てほしいなと思います。そしてその次7月27日、みずきんは朗読劇があるので、みずきん以外の4人で、渋谷のオーネストさんで
ライブがあります。前売り2500円、女性2000円とかだったりとかです。出演者さんもすごく豪華です。皆さんぜひ応援に来てほしいです。その次7月30日は選ばれしさんと定期近所の定期恋なんですけど、ゲストに選ばれしさんを迎えます。ツーマンライブ的な感じで、もしかしたらちょいコラボもあるかもしれないし、2000円です。会場が5時半です。ぜひ来てください。あと簡単に言うと8月8日は新宿アルタ、8月11日は、愛知県の豊田市駅前ガザビル南広場、8月12日は愛知県名古屋ラットホール、8月13日はゼップ名古屋です。8月24日は、キューチャルのリニューアルバージョンが押し上げワロップさんであります。そして9月7日は東京ドームシティホールさんでアイドル祭りの決勝戦です。ぜひ応援に来てほしいです。待ってます。はい、チョコお疲れ様、みーたん好き大好き、ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様ありがとう。じゃあランキング読みたいと思います。10位、眉間。眉間ってあの眉間ですか、ありがとう。9位、TM、 T 無限、 M 無限、ありがとう。でもすごい、眉間はあの眉間さんかな、だって訪問回数が339ってズバ抜けてるから。知人ありがとう。8位、ピーター、おー久々私の配信には。7位、ありがとう。6位、中野ちゃんありがとう。して5位はのりくん、本物だってミキティさんやんありがとう。4位くまちゃんありがとう。3位しまりん、あねごめん、これ累計読んでたちょっと待ってね、えなんで誰も言ってくれないの、累計読んでたじゃんねえ、怖っ私。はい間違えました。10位ゼロ、ありがとう。ゼロももクロ歌ったよ、いないかもしれないけど。9位ネルソンありがとう。ネルソン。8位ゆえくんありがとう。ももレモさん歌いたいけどカラオケないダム。7位ゲッチュありがとう。6位みずきんありがとうね、日曜日待ってます。5位シャークさんご飯食べてるかな、ありがとう。4位くまちゃんありがとう。3位あつしくんありがとう。で2位つよこありがとう。でえびけん1位だ、さすが星の帝王、名前に星がついてる、ありがとう。強子累計わら、そう累計だったということで、今日の配信は私、はい小野美奈でした。私たちベッドリキのアイドルキュインズの好奇心をせんなこく娘みーたんこと小野美奈19歳の配信でした。ありがとうございました。くまちゃん今おかしいなと思ったわら、そう役立つお疲れありがとう。役立つ好奇心も配信おつわり、こちらこそありがとう。バイバーイ。